招待状にある住所はここみたいだな。一般の客は招いておりません。お帰りください。なあ、ちょっと待ってくれ。オイラたち一般の客じゃなくて、海外から密航してこちらに亡命してきた特殊な客ですね。その格好を見ればわかります。そんなこともわかるのか。って違う、オイラたちはそんなんじゃ。シャブ業の印象、トーマさんですか。お二方は普通の身分ではないようですね。ではシャブ業の小さな保有地コモレジャヤへようこそ。そうこなくっちゃな。本当にまずいな。やっと着いた。トーマは？トーマはどこだ？あれ、トーマのやつ、まさか約束を破ったのか？約束を破るだなんてひどいな。君たちこそ俺のことを忘れてたじゃないか。どういうことだ？犬が喋った！ははは、驚くことはない。俺のこの状態を見るのは初めてだったかな。うん、リーユエではこのようなものを見たことはなかったのか。そうか、オイラなんか分かった気がするぞ。もう冗談はここまでにしよう。おい、お前ってやつはなんでいつもこうなんだ。離島の時も茶屋の時も君たちを待つ時間がとてつもなく長くてね、こんな特殊な待ち合わせ方法を考えたのさ。でもやはり二人には俺からのきちんとした謝罪を受け取ってほしい。これまでの数々の試練は必要な形式だったんだ。全ては君たちをお嬢のところまで連れて行き、俺たちの来航に立ち向かえる仲間になれるかどうかを見極めるためのね。真面目な顔になったからってオイラたちが許すと思うなよ。やりすぎたかな。悪い悪い。君は最初から規則なんかにとらわれるような人じゃないだろ。君の意志は揺らぐことがなく屈服することもない。遥か昔俺もそんな仲間を一人持っていた。しかし来航が下され、へえ、君たちも彼のことを知っているとは。どうやら彼の光はかすかなものなんかじゃなかったみたいだ。もちろんさ、シャブ業所の神里府まで連れて行ってあげるよ。だがその前にもう一つ二人には来てほしい場所があるんだ。あ、どこだ？鳴神島に住んでいる限り無視することのできない建設中の巨大な千住百目神像だよ。この心臓の周り、なんか殺伐とした雰囲気が漂ってるぞ。普通の人はこんなとこ近寄りもしないだろう。あれ、よく見ると上にはめてあるのは神の目。神の目！メガリレーで押収した神の目をこの心臓にはめ込んでるのか。やはりもうメガリレーのことは聞いているんだね。君たちも知っての通り、モンドは自由の国、リーユエは契約の国、そして稲妻は永遠の国なんだ。ライデン将軍は稲妻の統治者であり、稲妻の神でもある。幾千年も変わらない永遠こそこの国を司る彼女の意志なんだ。そのため
三奉行によって国政を固め、鎖国令で人員の流動を阻止する。稲妻をそのように静止した状態にし、時間という流れから逸脱させ、稲妻を不変のまま永遠までたどり着かせる。それが将軍の考えだ。神にも自分たちの考えがあるんだな。もちろんこれは俺自身の見解だけどね。最近行われているメガリレーの理由については、もしかしたら将軍は神の目が人々に変革の力をもたらすと思っているのかもしれない。そのような不安定な存在は将軍の思う永遠にふさわしくないのだろう。だから雷電将軍は天領奉行の部下たちに神の目を集めさせ、この心臓にそれらを一つ一つはめ込んだ。この千住百目心臓は稲妻の永遠の象徴とも言えるだろう。なんか雷電将軍ってちょっとわがままじゃないか？君たちみたいな異教人くらいだろうね。そんな風に雷電将軍を批判できるのは。だが俺もそう思うよ。メガリレーはあってはならないものだ。お嬢はメガリレーが出されたその日から抵抗する決心をした。あれ、どうしたんだ、そんな顔して。ん、音？俺は聞こえなかったけど、何か起きたのか？心臓に触ったんだよな、何かあったのか？願い？ふん、確かにそれはある言い伝えを裏付けることになるね。聞いたことはあるかな。人の願いが一定の強さに達したとき、神の視線がそのものに降り注ぐ。それが神の目の由来なんだ。言い換えれば、神の目はそのものの願いを代表している。もし君が言ったことが本当であれば、どうやら人々の願いは俺が思っていたよりも根強いものだったようだ。さあ、鳴神島のお客人がだ。そろそろ次の場所、神里府へ向かおうか。やっと行けるのか。これが稲妻の両家の屋敷なのか？なんか思ってたほどそうでもないような。神里府へようこそ、お客人方。お嬢がお二人をお待ちしておりますよ。お前がずっと言ってた白鷺の姫君だよな。どこにいるんだ？屏風の後ろ？シャブ行の御霊場はいつもこうして客人と接しているんだ。100年も続いているシャブ行の習わしだ。許してやってくれ。まあ、高貴な白鷺の姫君だからな。海を渡り、長旅で疲れていることでしょう。ここへ来てもこのような形でしか会うことができず、本当に申し訳ございません。お二方の到着をずっと楽しみにしていました。トーマからの報告で、お二方に形勢を変えるほどの力があることも確認しております。昨今の稲妻ではメガリレーの遂行により人々の願いが次々と踏みにじられています。シャブ行は将軍様に仕えているとはいえ、職務上人々と最も近い立場でもあります。もともと奉行の権力は民の信頼から来るもの。このような状況を見て見ぬふりをしていては安心して眠ることすらできません。
言ったでしょう、そのやり方じゃダメだって。あ、少々お待ちを。どうかお待ちください。あなたを将軍様のところへ導くことを約束します。その代わり、私の三つの願いを叶える手伝いをしてください。どんな願いなんだ？三人の神の目を失った方々にまつわることです。彼らにお会いすればあなたもきっと。村を守る武人、過去にメガリレーを執行していた武士、それと天下一を目指す剣術家、これで合ってるか？はい、その者たちをできる限り助けてあげてください。私はここであなた方の帰りをお待ちしております。ではお願いします。頑張ってくれよ、みんな。瑠璃袋という植物は、しめ。どれどれ、彩香が言ってた人は。どうしてなんじゃ。もう何年もここにいるのに、なぜ今さら離れると。そうだそうだ、まだ心の準備もできておらん。いきなりそんなことを言われても。子供たちもまたお前と遊びたいと思ってる。頼む、考え直してくれ。あいつが彩香の言ってた人に間違いないみたいだな。早く行ってみようぜ。あんたは手島さんを引き止めに来たのかい？手島さんはな、30年前にここに来てからずっとこの地におられる方じゃ。強盗団を追い払ったり、魔物を撃退したり、村の争いを止めてくれたり。彼は多くの心血をここに注いできた。私らの最も尊敬するお方じゃ。しかし、いきなりここを離れるなんて言い出したんじゃ。もしかしたら私ら何か間違えたことをしてしまったのかの。できることなら手島さんに火を浴び、これからもここに残ってほしいんじゃが。このことはメガリレーと関係があるのかもしれない。手島さんは何も悪くないのに、神の目を押収された。その後の彼は人が変わったようだった。うまく言えないが、彼は何か大切なものを失ってしまったようだった。村の周囲を一人で何度も回っていたかと思うと、いきなり世界を一周するなんて言い出したんだ。俺たちも別に彼をここに留まらせようとしているわけじゃない。ただ魂が抜けたような彼をこのまま生かせることはできない。どうやらみんなあの人のことを尊敬してるみたいだな。いつの日か、リュウジの兄ちゃんみたいに。お前が手島って人だな。どうしていきなりここを離れようとしてるんだ？俺か？離れるっていうよりも、どうしてここに居続けているのかがわからない。ああ、だがそれは俺が残る理由にならない。30年前、どうして俺はここに来たんだ？30年もの間、どうして俺はずっとここにいた？
もう何も覚えてない。神の目を奪われてからたくさんのことを忘れてしまったようだ。昔の俺はここに残りたいようだったが、今はもうそんな考えもなくなった。どこか遠くに行った方がマシだ。まあ心の中は空っぽなままだが。そうだったのか。それってお前がここに残る理由を探し出せば残ってくれるってことだよな。おーい、でも自分でも忘れてるみたいだし、どうすればいいんだろう。頑張って思い出してみるってのはどうだ。こうピキーンっていう感じで。そういえば以前手島さんに果物を届けた時、日記を書いていたような。俺にそんな習慣があったのか。正直もう覚えていない。あったあった、その時の手島さん。面白いことを書き記しておいて大事な時に使うんだって言ってたよ。それだ。その日記を探せば手島さんを引き止めることができるかもしれない。あたりを探してみようぜ。じゃあ頼んだよ。私は先に村に帰って手島さんの状況を他のみんなに説明してくる。これが手島さんの日記みたいだな。どれどれ。今日は村のみんなと一緒に干物の網焼きを作った。俺は不器用で、うっかり網を焦がしてしまった。仕方なく、最初から黒魚のかば焼きを作っていたことにした。今日は村で溺れていた子供を助けた。その子は自分の友達のバンブが、まだ水の中にいると言った。俺は半日かけて探し回り、やっとわかった。そのバンブっていう友達は、その子の飼っているカニだった。今日はタコをあげに行った。糸が突然切れた。どんなに追いかけても追いつけなかった。仕方なく、休憩できる場所に座り、それが遠くへ行くのをただ眺めていた。なんか全部日常の出来事みたいだな。あれ、待てよ、これを見ろ。今日はまた近くの祠へお祈りに行き、そこでずっと座っていた。お前が送ったお守りも色あせたが、それでも俺の一番大事なものだ。なんか有力な情報みたいだな。祠に行ってみようぜ。これが手島さんの日記にあったお守りか。見た感じ女の子のものみたいだな。色も模様も。これをずっと持ってたってことは手島さんの元素力が残ってるかも。これで何かできないかな。
が手島さんがよく来てた場所みたいだ。地面に動かした痕跡があるぞ。もしかして手島さん、何かお宝をここに隠してて、それでずっとこの村に残ってたのか。手島さんが30年も守ってきたお宝、きっとすごいんだろうな。早く掘り出してみようぜ。これは手紙。時間が経ちすぎててもう黄ばんでるぞ。本田村、聞き覚えのある名前だな。あん、どこだっけ。え、ってことは手島さん、ここでずっと人を待ってたのか。でももう30年も経ってるんだぞ。まだ現れてないなんて。とりあえずこれらを手島さんに渡そう。そうだ、この日記にあるのは確かに俺の筆跡だ。お守りと手紙も俺のものだと思う。それに書いてあることはもう忘れたが、しかし俺は確かにここで誰かを待っていた。30年も。その間毎日起きた面白い出来事を記録した。再会した時にこの30年もの月日を彼女に聞かせるために、いろんなことが起きたな。時間が過ぎるのは早い。もうこんなにも経っていた。どうしてこんな重要なことを忘れていたんだ。よく考えると神の目を奪われてから自分の中が空っぽになった気がする。愛も後悔も彼女に関することも全て消えた。そうでもない、彼女が誰かさえも忘れているしな。彼女の姿、声、俺と経験した出来事、全て忘れてしまった。初めから彼女がいなかったかのように、全てが儚い夢だったかのように。それはもういい。こんなにも待ったんだ。これからも待ち続けよう。ただ本当に彼女に会えたとしても、名前すら口にできなかったら彼女は悲しく思うだろうか。それを考えると俺の心は確かに悲しくなる。おかしいな、彼女のことはもう覚えてないのに、どうしてこんな思いを抱くんだ。前もそうだった。心の中が空っぽで何か欠けているような。何はともあれ、俺がここに残る理由を取り戻してくれてありがとう。ここに残って彼女を待ち続けるよ。手島さんはそんなに悲しくないって言ってたけど、なんかオイラはすっごく悲しいぞ。彩香とトーマが言ったように、神の目を失ったら願いと関係ある全てが同時に失われるのかもな。これが手島さんがあんなことになった原因だと思う。オイラたち、手島さんの役に立てたかな。はい、まい、次の人を探しに行こう。彩香からの情報だと、二人目の神の目を奪われた人って天領奉行の武士だったよな。